半海電気軌道。半海電気軌道株式会社。半海電気軌道は、大阪市内と堺市内で2路線の路面電車を運行している会社。南海電気鉄道の完全子会社である。本社は、大阪府大阪市住吉区清水急三丁目14番72号にある。通称、半海電車、半海電気。地元の人は、陳電と呼ぶこともある。なお、 阪海電鉄は戦前に存在した別の私鉄、通称新阪海で大阪市電阪海線の前身。1944年公営化、1968年廃線の正式な名称であって阪海電気軌道のことではない。詳細は各路線の記事を参照のこと。因は廃止系統。2010年4月現在。 営業用の車両についてはすべても101型から続く、車体長14メートルの大型車両を採用している。また、廃止になった平野線を含め、専用軌動区間が多いこと、半海線は南海線と並走しており、競合していたなどの事情から、各地でカルダン駆動方式や関節制御などを用いた、高性能な路面電車が登場する1950年代までは、 類を見ない、高性能車両が揃っていた。2013年5月現在営業に用いられている車両は1、または2ステップ車である。一時期に、低照、超低照車,車導入の話があったものの初版の事情により見送られたが、堺市の補助により導入され、2013年8月より11001系、堺トラムとして運行開始した。 比冷房車であるも161型は、下記、6月後半から9月末の運行は、原則的に行われず、2013年まで、平日朝ラッシュ時の半回線系統、恵比寿町阿弥陀道館の位置を往復のみに限定して、運行されていたが、前日の、堺トラム投入により冷房車が充足したため、2014年以降下季は、完全に、予備車扱いとなった、詳細は、 も161系の運用を参照。半海電気軌道では広告塗装を施している車両が多い。広告塗装を施す車両は、主にも701型とも601型が多いが、も501型とも351型にも広告塗装車がある。も161型は、2010年からリバイバルカラーの復活と称した復刻塗装が行われており、 も164号が1986年頃に、緑地に黄色体正面 V 字の塗装を、同年10月に2週間限定で復刻、通称ビークルスターした後、全面の V 字を消した緑地の黄色体塗装となっていた。その後、も166.164号は、2014年にも161、系統常時の塗装とされている茶色に変更された。広告塗装は、 2014年10月現在、存在しない。も701型、も601形用の新型車用の標準塗装としては、白地にベージュと茶色の帯。さらに旧型車用には、南海時代からの雲電車と呼ばれる塗装がある。雲電車はもともと、立石電機。現在のオムロンの広告塗装で、かつては、ブルーグリーンオレンジイエローの4色。ただしイエローは、 立石電機の広告者ではなく、広告主企業の倒産による応急処置であり、極短期で消滅があり、車体側面上部に企業名、サイバネーションのアマロン、縦石電機、車体側面中央部にメッセージが小さく入っていた。あ、雲電車はも501系のオレンジ、広告塗装化で消滅中とイエローの塗装、広告塗装化で消滅中が、 も161型とも351型に、ブルーの塗装。現在はも1 6 1系1 6 8号が廃車。も351型が、広告塗装化で消滅中が、も1 6 1系1 6 4号に、グリーンの塗装。塗り替えにより消滅中が復活している。これらの色は、以下のような使い分けをしている。2013年から運行しているも背に1系。 サカイトラムは公募により塗装を決定している。導入予定の3編成すべてが異なるカラーリングを採用する予定であり、最初に導入された線1号は白地、薄金地に深緑を基調としたカラーリングで、塗装そのものに、チャチャ、次に導入された紫を基調とした線2号は、紫オン、その次に導入された青を基調とした線3号は、青ランの名が付けられた。 現在は広告塗装となっているものが大半であり、旧型車両はリバイバルカラー化などが進み、新型車用の標準塗装はゼロ、さらに現在は車庫に留置されている事業用車両も旧南海塗装などに塗り得られている。今後は1 6 1 3 5 1 5 0百1型は雲塗装、601.701型は登場時の新車色を標準色とすることになった。 2014年10月からは、も 161K164 号が、NHK 庁の連続テレビ小説、マッサンのラッピング広告電車となっていた。2016年9月30日からは166号が、エロキティラブズ、住吉のラッピング電車に、11月1日からは164号が、アニメ、文豪ストレイドッグスのラッピング電車になっていた。普通旅客運賃。 2015年2月1日改定。乗り換えは、住吉、阿鼻子堂停留場で1回のみ可能で、それ以外の乗り換えは不可。ただし、住吉での乗り換えは、半海線恵比寿町停留場東小浜、停留場間と上町線天王寺駅前、停留場上,上の木停留場間の相互利用のみ。なお、乗り換えには時間制限が設けられており、乗り換え券受け取りから1時間までである。 有効時間並びに有効区間は懸命に記載されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。